ロシアを国賓訪問している韓国のムンジエイン大統領は22日、ウラジーミル・プーチン大統領と3度目の首脳会談を行う。今回の首脳会談はムン大統領が6.1に米朝首脳会談後初めて実施する首脳外交部隊となる。ムン大統領は首脳会談で朝鮮半島の非核化過程でロシアの協力を要請し、 韓国北朝鮮ロシアの三角協力を推進するのに集中するものとみられる。